ホーム駅前新整備場駅は東京都大田区羽田空港3丁目にある東京モノレール羽田空港線の駅である。駅番号は m o r 9相対式ホーム2面2線を有する地下駅。駅出入り口は1カ所のみで、通路の途中にエスカレーターが1機設置されている。2020年度の1日平均乗降人員は2796人である。 東京モノレールの駅では整備場駅に次いで少なく、各航空会社の整備地区や、空港関連企業、団体に勤務する人々のための駅であるため、一般の乗客の乗り降りは、近隣の旅客規制備工場見学者程度である。開業以来の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通りである。 整備上駅同様、各航空会社の整備地区及びオフィスエリアであるため、駅周辺に各社の関係者以外も使用できる商業施設は少ない。東駅東側の湾岸道路速道にある歩道を経由することで、羽田空港第一ターミナル方面へ徒歩で移動できるが、およそ800メートルの距離があり、一般的なアクセスルートではない。以下の路線のほか、日本航空など、 企業関係者専用のシャトルバスが発着している。空72系統は毎時1本の運行。この系統の前身は羽田空港国内線ターミナルと貨物地区を結ぶ空71系統。新整備場地区の利便性向上のため空71系統の一部便を変更する形で誕生した空71系統と同じく循環運行を行う。 新整備場駅もよりは東新整備場または西新整備場。ありがとうございます。